こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。かなり、まあ、大盛況ということなんですけども、過去一番 の、 来場者いただいたと思ってます。今回は大成功を収めたと思ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。ところでですね、この取り組みはいつ頃から始まったんでしょうか。今回でこの科学祭というのが第9回目になります。でそれまでもですね、各研究会の方で、個別に小学校でこういろんな実験教室をしたりそういうことをしてたんですけれども、個別にやるよりは、一堂に会してたくさんの人に来ていただいて、で、1対1でやれるようなそういうイベントをやりたいなと、そんなふうに考えてました。でそれで9年前にスタートしております。そうですか。このですね、取り組みの目的というのはどんなんでしょうか。まずは子どもたちに科学の楽しさを伝え、で、理科離れってよく言われてますので、理科に興味を持ってもらいたい、これがまず第一です。でそれから、我々学生の方の教育ということもありますので、各研究会で日頃の成果を発揮してもらうと同時に、それから、コミュニケーション能力、子どもたちにいろんなことを伝えていく、こんなことを鍛えてもらえればなということを考えています。それからもう一つ、近隣への社会貢献ということでさせていただいております。大盛況の取り組みなんですけども、今後のことはどうお考えでしょうか。今回たくさんの方に来場いただいたんですけれども、たくさん待っていただいて、待ち時間が大変だったかと思います。 できればですね、今後出し物をもう少し充実させて、もう少しいろんなものを体験していただくような、そういうイベントにさらに発展させていただきたいと思います。来年もやりますので、ぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。はい。子ども、学生、地域のために頑張っていただきますように、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。